ジャーニー ベルサーチ 高いんだよこれだって背中にマリアさん背負ってんだもんカンのいいやつはこのイントロ聞いてわかるよなカンの鈍いやつはわかんないよなまあカンのいいやつもカンの悪いやつもみんなで楽しんでくれよはい、このサングラスモノホンだぜついこの間さ第一校の尾崎龍のがさ太田区民会館でコンサートやってさちょっとサングラス貸せよっつったらあいいぜ持ってきなーなんつって貸してくれたんだよブルガリだモノホン、まあ、格好から入るのが私だからさ、はああのこれはほとんど歌はないんだよ全部セリフだからさ港の横横浜横須賀そこだけみんなでやってほしいんだよ俺はさセリフやるからさそこだけテストやんないテストやってみようか あんたあの頃何なのさ港の運動会なんだやばれ行くぜおんじゃねちょっと前なら覚えちゃえるが一年前だとちとわからねえな髪の長い女だってはここにはたくさんいるからね悪いな他当たってくれよあんたあの頃何なのさいいんじゃないのファンなんかこの辺から冷たい視線感じんねんけど気のせいかなあの巨人ファンというよりはあの長嶋さんファンって言った方が当たってるかな私ね話し続けていい、ね、あの長嶋さんと新幹線で隣同士に座ったことあるねんほんまの話もうどないしようと思ったわその時は私その頃めちゃくちゃ忙しくてね台本5冊も持ってて暴れん坊将軍2冊、ザ・ハグマン2冊で、土曜ワイド劇場1冊、台本5冊、大体持ってたんよねで、朝早いし眠いし、満身こんななんて毛布バーッとかけて寝てたんよそしたらね、隣、開けますかって声が聞こえたからまあ、どうぞって言って荷物横に置けた
ああもう一人でゆっくり寝たかったのになと思ったら、もうしょうがないやん思ってたのね。でそしたらしばらくしたら、サインいただけますかって声が聞こえたから、いやどうしようかな、寝たふりしようかな、でもやっぱりサインはした方がいいかなと迷ってたの。そしたらね、サインいただけますか長嶋さん。私は夏木だけど、長嶋ってまずは途端にも心臓バクバク、もうこんなチャンスは二度とないと思ってサインを絶対もらおうと思ったのよ。どうも車掌さんに話してるところを見ると名古屋で降りるような感じだったのね。これは絶対名古屋で降りるまでにはサインもらわなあかんわと思ってね、あるもう勇気を振り絞って、長嶋さんサインいただけますかって言ったらね、いいですよってえらい軽いノリでね、いいですよって言ってくださったんですよ。あすいませんお願いします、お名前、夏木陽子、陽子って言います。陽子ですか、どういう字書くんですか。太陽の陽子です。あいわゆる太陽の陽子ね、サンシャインですねとか言われて、あそうそうサンシャインの陽子ですと書いてくれたんです。ありがとうございます、わー長嶋さんのサインと思って見たんだけど読めへんねこれが。でもしょうがないから横に長嶋さんのサインって書いたのよ。そうしないと分からへん。でも嬉しくて嬉しくて、 ありがとうございますって言ったらね、どちらまでですかって聞かれたから、私京都まで行くんです。あそうですか、京都は寒いですからね、お気をつけてね、頑張ってください。はい頑張ります。降りてっちゃった名古屋、後ろ姿めちゃかっこええわ。コートの後ろ姿、あれは山陽コートかな。今の分かってた人かなり通やね。とにかく降りていきはった。もう大事に大事にそのサイン持ってたのよね。でふっと横の席見たらね、ゴルフの雑誌置いてあった。長嶋さん忘れてたゴルフの雑誌やわ、これ持って帰ろうと思って一生懸命ぐらい抱きしめてました。長嶋さんすごい素敵、もうだって小学校の通信部で馴染みのあるさんやもん。もう大好き長嶋さん。こんな話してていいのかな。あそうや、髪の長い女の子、いやそんなん知らんわ、悪いな、悪いけど他探してくれへん。おっさん、あの子のなんやの。ダビンダビンダンダダン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 、うーダビンダビンダンダダン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 、あーシャバラン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 、うーボボティ好き。あたし松浦よよよ。何その冷たい笑い。これキティちゃんね、半年前に辞めたんでしょ。いやあまりのお客を取ったってマジ超騒ぎすぎ。礼儀忘れてちゃダメじゃん。子猫と一緒に逃げたってどこ行ったかマジわかんない。おじさん、あの子のマジ何。
変わるもんでしょ。秋田のおばさんのつもり。いくよ。秋田名物初盛り肌肌おなでおかぶりと来たでさっさほいな。難しいな、このしゃもじに書いたんだけど逆光で見えたしな。横須賀好きだって喋ってあったのも外人相手だばかわいそうだったね。何も口も喋れねえ女子であったのも猫っ子だば喋ってあったね。なんと前借り残したまんま一月たったけいねくなった。あんだあのおっこのなんだべな。座っていたよ。そこの隅のボックスさ、客がどっかを触ったって店を飛び出して行っちまった。うぶな年齢じゃあるまいし、どうにかしてるよあの子。あんたあの子に惚れてるね。衣装エポックバグ竹尾西田、帽子やオーバーライドトランプ自前、エプロンイニシャル夏木鍋自前、サングラス宇崎ルード、阪神タイガースグッズ毎日放送横田勝則、ギャル言葉中川雅恵、秋田弁指導フジテレビ特ダネレポーター平野早苗、3名浅野弘子、日本テレビ船木和夫、スペシャルサンクス朝倉美希、構成演出主演夏木アパでお送りしました。